コパンの球技場アトメソアメリカの球技とは、さきコロンブスキー以来メソアメリカで行われてきたゴム製ボールを使った競技である。メソアメリカでは、紀元前から盛んに球技が行われ、現在も一部の地域で伝統的な球技が行われている。球技にはスポーツとしての側面の他に宗教的、政治的な意味を持っていた。なお、球技は、 球技と同じだが、メソアメリカの場合は、寛用的に、球技の字が使われることが多い。ラコロナの階段に刻まれた球技シャチチェンイッサの、球技場の側面に設けられた和球技場の形状と、大きさの比較先コロンブスキに行われていた、球技としては3種類が知られる。一つは、手で弾を操作するもので、歴史的には一番古くからあった。 この球技には特別のコートを使用しなかった。ボールは比較的小さく、グレープフルーツほどの大きさだった。競技者は専用のヘルメットのような防具をつけていた。第二の種類は手を使わずに球を操作するもので、メソアメリカの球技として最もよく知られる。球は大きく、直径30センチメートルほどあり、重さは3キログラムに達する。細長い長方形をしたコートを持ち、 両側面が高くなった専用の競技場で競技する。競技者は腰を守るために、回しのような防具をつけ、他に膝や腕を守る防具をつけた。石で作られた防具が出土しているが、おそらく実用ではなく、祭祀や記念のためのものと考えられる。競技者は2つのチームに分かれ、競技場の両端に向かい合って競技する。コート上や両端には標識があり、 それにボールを当てることによって得点する。アステカ時代にはトラチトリと呼ばれ、そのルールでは各チームの人数は1人から4人であり、壁に取り付けられた輪にボールを通すことによって勝ちになった。ただし、実際には輪にボールが通ることは滅多になく、おそらく通常は得点によって勝敗が決まった。膝、も、腹、尻を使ってボールを打ち、ボールを受けるために、 胴体ごと滑り込むことがあった。現代のシナロア州で同様の裏マというゲームが行われている。第3の種類はホッケーに似た棒を使って玉を操作するものでテオティワカンのテパンティトラ地区の壁画に見える。メソアメリカにおいて球技がどのように発生したのかは明らかでないが、おそらくゴムの産地でもある低地のウルメカ文明において始まったと考えられる。この地域では 形成期の紀元前1200から900年にすでにゴムを産出していた。考古学的に発掘された最古のゴムボールは、オルメカ文明に属するベラクルス州、エルマナティ遺跡のもので、紀元前900年頃のものとされる。オルメカの巨石人頭像などは、防具のヘルメットを被っている。また、球技場もオルメカで発見されている。古典期に入るとボールは、大型化したが、 おそらく芯の部分に氷炭を入れることで中を空にして軽くした。古典期マヤでは、球技場はほとんどの遺跡に見られ、複数の球技場を持つ遺跡も少なくない。球技場のコートは古典期では I 字型で、側壁は外側に行くに従って高くなり、そこに観客用のベンチが設けられる。ご古典期になると側壁が地面に対して垂直になる。エルナンコルテスは、 1528年に球技の競技者をスペインに連れて行き、王宮で競技させている。メソアメリカの球技は競技としては、現代の球技とそれほど変わるところがなかった。優れた競技者は、スター扱いされ、また賭けも普通に行われた。しかし、宗教的な意味を持つ点では、現代のスポーツと異なっていた。ポポルブフでは、フンアフブートイシュバラン系の双子が、 地下のシバルバーで球技を行い、地下の神々に打ち勝つ。オアハカ州、大円水石には手で玉を操作する競技者を刻んだ石碑があるが、そのコスチュームは雨の神と関連する。また、ボールの代わりに石を使って競技されることがあった。これはミソアメリカに独特な流血の儀礼として行われた。球技は政治的な見せ物として実施されることもあった。捕虜たちが、 球技に参加させられるが、この場合は政治的な章であるので、必ず捕虜が負けるようになっており、負けた側は生贄ににされ、しばしば首をはねられて、ナワトル語で、ゾンパントリと呼ばれる、頭骸骨置き場にさらされた。チチェンイッツァの球技場には競技者が首をはねられる、様子を描いたレリーフがある。ありがとうございます。